謎解きをしているとき、いつも思うんですよ。人生みたいだなって、人生は謎を解いて正解を見つけていく。つまり、謎解きは人生なのです。そんなわけで今回はパズルマップを遊んでいくよ。脳の衰えにはやっぱり謎解きが一番ですよね。お前が脳の衰えを心配してることに驚きだよ。おじいちゃんになっても謎を解き続けるやで。それでこのマップ、シンプルなんですよ。へぇ、シンプルなんだ。それで？それ以外の情報はありませんけど何か？うん、それじゃあさっさと始めようか。スタートボタンをポチッとな。ほえ？なんだなんだムービーが始まったぞ。挨拶してくれてるんだからしっかりと返してあげるやで。めめさんめめさんこんにちは。阿部さん阿部さんこんにちは。ああ、マップの全体を映そうとしてるのか。スキップで。はいスキップで。ふむ、二つの道が解放されましたね。どっちから攻略していってもいいのかな？簡単な方からやっていこう。なんだこの不思議なブロックは、すでにもう謎解きは始まっているというのか。あんなブロック本当に存在するのか？それで、上の方にボタンがあるね。そしてここには見えないブロック、すべての謎が解けたでじっちゃんの名にかけて。さすがやで謎を解くまでが一瞬やで。なるほど、このブロックはただの踏み台だったんだ。それがわかればあとは簡単だね。ひょろいと飛び移っていけばいいだけのお話。さあ、ボタンは目前。これでこのステージはクリアだ。はぁ、あ、へっへ。面白くねえよ。とやぁ。ほう、またもや二つの道が解放されたね。クリアしていく順番があるのか？なんだか急に部屋の雰囲気が変わったね。前にここでキャンプファイアをしていた形跡。つまり、キャンプ好きの美女が一夜を過ごしていた？これだけの情報でそこまで推理するとは驚きやで。絶対当たってないからな。特にできることはなさそうだね。とりあえずこのステージは放置ですな。もう一つの本棚部屋を探っていきましょうか。あれ？この部屋に入ったことでレベルが100になった。経験値を使って何かをしろってこと？エンチャントとかなとこを使う機会がありそうだね。2階も用意されてるのか。お、チェストが置いてある。コンクリートパウダーとバケツ？ふむ、どこかでこのアイテムを使うってことね。巡り巡って謎を解くことができるというわけだ。出会いは突然で一期一会なんやで。でも今のところ、この2つを使う場面には出くわしてないね。この部屋の謎もよくわかんないし。てか、このブロックは何なんですか？え？お、え？このブロックに立つと弓が手持ちに出てくるよ。はーん、そういうことか。この弓であの的を撃てばいいんだな。へぇ、こういう仕組みになってたんだ。いや当たってないけど。しようっと調整ミスったかな？はい、こちらのステージもクリアドス。いいねいいねサクサクだね。いやでも、こんなブロック初めて見たな。このブロック、このマップのオリジナルブロックだったりする？まあ次行きますか。地面に描かれた謎を解き明かすんやで。いや、どういうこと？まずどういう謎なのかすら理解できないんだけど。そっか、そういうことなのか。え、まさか答えがわかったの？まったくわかんねえ。だろうな。パズルゲーみたいにブロックの位置を操作できるわけでもないですし、これはさすがにお手上げですわ。そうね、今の段階だと解けそうにないな。最初の分岐のもう一つの部屋に行ってみたら？そうするか。こちらがもう一つの分岐部屋だね。あれ？中央にあるのってさっき手に入れたブロックじゃない？あ、この白い粉のことですか？白い粉よな。確かに判定があるから設置でできた。できたね。これを足場として使えってことだったんやで。じゃあ、あっちの道から行って正解だったんだ。いやーこれを見透かしての行動だったんですよねあはは。お、このキャンプ場に繋がってるのか。こっちからじゃないと攻略できない部屋だったってことね。クリアしていく順番も大事ってことだ。チェストスワーン、エリトラ太郎さんじゃないですか？あのハンダゴテ教室に10年通ってたことで有名な。10年間も何を学んでんだよ。エリトラを使うことで次の部屋に行けるようになったのね。うろう、なんかこの秘密の部屋感良くない？正規ルートなんだけど正規ルートじゃないこの感じ。それはなんかわかる。一つの部屋の難易度がそこまで高くないってのがいいね。いや説明が長すぎて入りきってませんって。白い粉とキャンプファイアに関係してるのか？またあのコンクリートパウダーを回収するのかな。とりあえずキャンプファイアだ。おやおや？おやおやおや？これで次のステージが解放されたね。いやー、なんと言いますか、謎を解くって思ってた以上に簡単ですなー、わら。多分まだ序盤で簡単なだけなんだよなー。マップ？英語で書かれてるやで。ステージの手がかりが記さ、てんてんてん。どういう意味？全くもって理解ができそうにないんだけど。でもアベルなら簡単に答えを導いてくれるはずやで。確かに、さっき簡単とか言ってたもんね。そうですねー。答え、見てきてもいいですか？おい、なんでここのブロックだけ色が違うんだろ？この位置からチェストを開けられるわけでもないし、そもそもこのレッドストーン信号は何ぞや？うわぁ、なんだか急に謎解きっぽくなってきたわね。多分、チェストを開けることで何か変化が起きてるんじゃないかな。変化かー。
びっくりはてなびっくりはてな。今ハスクがいたよね。なるほど、これがチェストを開けることで起きる変化か。無事に変化見つけちゃったで。いや、これを見つけたから何になるって話やで。確かに。このステージは今のところお手上げだな。で、金のシャベルで白い粉が回収できるんだよね。おお。ボタン発見だ。とりあえず次の部屋には進めそうだね。しかし、いつかはあの部屋の攻略を強いられる日が来るのだ。まあ今はそんなことどうでもいっか。人生は前だけ見て進めばいいんやで。全面石で覆われた四角い塊。これ絶対どこかでピッケルをゲットしないといけないやつじゃん。まさかさっきの部屋でゲットするはずだったのか。じじっちじ人生前だけ見てればいいはずなんじゃ。人生を甘く見てんじゃねえよ。その舐め切った心を正す時やで。言葉がしみるー。まあ、こちらの部屋も見ておきましょうかね。村人がいるってことは、やっぱり攻撃でゲットするパターンだよねー。あれおかしいな。このバケツ牛乳が入ってないぞ。どういうことだジュオン。いや状況的に積んじゃってるけど、やっぱりマップの謎を解き明かすしかないんだよ。待って、今すっごい真剣に考えてる。ググってもいいですか？お前の真剣短。はい、攻略動画見てきたんですけど、ここみたいです。え、何が？どういうこと？こんなのわかるわけがないやで。確かに一つだけ雪がはみ出てはいましたけどもね。あ、ピッケユー。おお、ここにピッケルが隠されてたんだ。もう一つの紙は何かのヒントが書かれてねー。一見普通の紙に見えるかもしれない。しかし、松明の火で炙ることで何かの暗号が浮き出てきたり。したらよかったんだけどね。したらよかったんだけどなー。でも、これであのピッケルが必要な部屋は攻略できるね。それでは壊させていただきますわね。ボタンをお見つけになったやで。よし、これで次のステージに進める。正しいボタンを押せってこと？アベルさん英語わかんないでもリセットわかるその単語怖い。間違えたらまた始めから。うん、そこにいるモブの中に正解がいる。さっきの部屋にハスクがいたよね。つまり、正解はお前ということなのか。あの部屋の出来事がここに繋がってくるとはな。世界が繋がってる瞬間を感じたやで。前のステージの出来事も覚えておかないとだね。わあ、ネザーのステージだ。他に繋がってる部屋はないみたいだし、ここはアイテムをゲットする場所なのかしら。ミュージックディスクは別に必要ではないよな。てか、こんな色の CD あったんだ。絶対これ情熱大陸が流れ出す CD ですやん。一体足の裏がチクッとしたいたいな。あー、ウィザーローズだっけ？どこかで使うことになりそうな気がするな。足の小指を棚にぶつけた時並みの衝撃だよ。マジ最悪だぜ。あらこれって？なんだか見覚えのある色合い。そして間違えたらリセットやで。あー、さっき怪しいなってところは一つ見つけてたんだよね。自分、いいですか？いや間違えたらリセットなんだよ。そんな軽い気持ちで挑んでいいことじゃないんだよ。あてね、そして視聴者のみんな、僕を信じて。わかったよ、そこまで言うんなら信じるよ。こんなに自信に満ちたアベルは久しぶりやで。正解はここだー。えぇ？お前マジふざけんなよ。人生リセットやでー。